商売ってことはなんかあバイク好きでさ関西風になっちゃうから、ね、あんまり好きじゃないけど、うん、まあ助かったのはバイクの、うん、あとファッションファッションね音楽じゃなかったねいや音楽もやりつつだったからよかったね音楽3番目ダメだそういうこと言っちゃう話題作りのバイクが1番なるほど2番はまあそういうファッション系ねうん、うん、であとは次に音楽を聴いてもらうという重要なるほどだって現実そういう時代になっちゃってるそうですね今はねだから今ね知ってました兄貴暴走族ってかっこいいんですってなんかネーミングがかっこいいんかいかっこいいらしいんですよなんかだから名前がねダサいのにしようって警察側がですねダサいのにすれば、うん、少し改めるんじゃないかと新相談新相談新珍しい新珍しいに走るに団体の団新相談なんか中国っぽいね珍相談のそうなると覚悟よくないよ覚悟よくないいやそうなると俺は珍相談言えないもんね自慢できないもんだって警察も考えたもんだね考えたけど、うん、どうなんだろうそこまで考えてさえだって使わなきゃいいって話にならないのかな変な話中国にはいないのかね珍相談じゃあそうあ暴走族みたいの、うん、いるでしょだってあんなさ日本にも来てるちょっと悪い人たちいるじゃないですか邪道とかさねえあな何流あのあなんとかドラゴンとかいるじゃないですかドラゴンチャイニーズドラゴンチャイニーズドラゴンまあ要はその西葛西の辺はねそういう人あのハーフが多いハーフは、ね、戦後あれから中国の人が渡って、うん、ハーフが多いよ、うん、だからね結構無茶して俺だから葛西に住んでんじゃん、うん、隣じゃん、うん、ねで俺ほら葛西にバイクやってたから一時、はい、で今は亀戸だよね、うん、亀戸ですよ、ね、江東区、ね、亀戸だ江東区だね。まあ言葉で言ってもその江東区。前言ったっけ目の前にさ走ってくるやつがいたって。な誰がですか。前言ったような気がする。え兄貴が走ってる前に。塩町店の前で俺昼あのタバコ吸ってこれそれで走ってるじゃん。え走ってる。ランニング。その後ろ警察官がコンボと帽子持って追っかけてんだけど走って前に走ってるやつの方が早いよ。本当ですかその話。明らかにこれは逃げてんなって感じで、バーッと捕まえたんだから走ってって、ね、え、お前さんより先に捕まえたの？そうだよ。だって明らかに後ろからこう見て、うーって言ったら足速いから、うん、パパパパパ捕まえたの、タックルして。すぐもうパトカー何台も来てさ、うん、誰だこいつは、うん、お前かって俺捕まったんだよ。なんじゃそれ。ほら見た目悪そうだもん、こっちの方が。入れ墨入ってるし。慣れてからね、お前かいや、ちょってあれ、前したような気がするね、暴走族が暴走族なのかなのでとにかくほら、走ってるやついたよ捕まえた何だったんですか石笠には多いよ、そういうのんな誰だったんですか、その走ってるのだってもう、助けてみたいな感じだったよであんまりよく喋れないああ、なるほどね、うん、まあ、日本の国にいらっしゃったちょっとね方なんでしょうでしょうね、僕、あの中国の方がですね、あのほら向こうがほら、ね、なかなか生活できない家族もすごいそうでもたくさんいる激しいから、ね、日本でなんとか人肌あげたいと思って、うん、お金いっぱい借金までして邪党の人にお金払って密航して日本に来て密航で ね, ねそれで日本で人肌あげようと思ってたのにすぐ捕まって YouTube に入れて中国人の人と僕お話できる機会がございましてそれ面白そうだな面白いって言い方あのねだけど二手に分かれようって話になったらしいんですよ、日本に来た時、お前に囲まれて、ああね、だから、うん、バスで行く派、うんでうん、タクシーで逃げる派、うんね、で二手に分かれたらしいんですけど、俺と自転車盗んで行く派はなかったなかったんですよ、選択肢がバスかタクシー、それでどこどこ集合しようって二手に分かれました、で俺と一緒の、ね、あの部屋になった人がですね、タクシーで早く行った方がバスで早いと。うんでタクシー後ろって手を挙げてたら、うん、タクシーが来たって言って乗ろうと思ったらパトカーだったらしいんですよ見分けがつかないんですよ日本のタクシーとパトカーねそれで日本初めて来てるし、はい、日本初めて来てる、うん、だから田舎の中国の田舎の方で育ってるからパトカー知らない知らないんですよパトカーをタクシーで打ち上げて止めて捕まったっていうねあかわいそうなんでちょっと笑っちゃう話だったんですけどいやだけどその人と一緒にいて、うん、で日本の片言で、うん姉さんからこれ手紙、はい、僕もう涙止まらないって読んでって言うんだけど中国語だから全然読めないでしょ読めないですよ、ね、
読めない。でもかわいそうだなと思うじゃないですか。で、あの自弁っていうのがあるんですけど、自弁っていうのは自分でお金出して、あの刑務所、あんたが警察署から出るお弁当じゃないのも食べれるんですよ、お金あれば。まあそうだね、自弁ね。うん、だから自弁で買うわけですよ。自弁で買うわけ、うん、そう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 。で、食べてるとずっと中国人のやつが、中国人の方が、ね、ずっと俺のお弁当をずっとこう見ていらっしゃるんですよ。見てるね。ね、そう、食べづらいじゃないですか。食べづらい、食べづらい。食べるかって言って、だからね、俺食べてるやつだからね、申し訳ないから、うん、次回から俺が取ってあげて、うん、ね、あの、まあ俺、さっきのこの間いただいたじゃないですけど、自分よりまだかな、ね、あの辛い人がいっぱいいるって話ですよ。そう思えば、俺なんかまだいい方だと。ね、だから、うん、食べなって言って、うん、いつもごちそうしてあげてたんですけど、そのたんびに、あの、その人会いたいね。いや、もう強制送還されてるでしょ。そのたんびに俺がなんか、あの、ごちそうしてやると、うん、姉さんの手紙って持ってくるんですけど、姉さんの手紙、それが手紙じゃないか、おい。いや、読めないんですよ、それがね。読めないよ。通訳の人に やってくれなかったの。いや、だって、そんな留置場にまで通訳の人来れないでしょ。いや、でも、あれ、すっごい高いんだって知ってました。長所取るときに中国、うん、外国人多いじゃないですか、最近。その通訳を頼むのが、まあ、お前さんがものすごい金額が高いんですって。安くしてね。いやいや、その通訳の会社作ったぞかなと思うんですよ。またそんなことか人の不幸を。いやいや、不幸じゃないですけど、だってもう引く手はまたらしいんです、最近はもう外国人多くて。あ、そうだね、長所取るの大変なんですって、うんうんうん、ねえ、お前さんが全部頭良くて、例えばそうやって会社を作るじゃん、うん、マネジメント必要だね、それね。そうですよ、どこの件、誰が派遣してって。今まではそれ、誰か頼むわけだ。どこあるんじゃないですか、窓口が。はあ、いろんな仕事を考えるね、それまた ねただね、俺が絡んでるってことが分かっちゃうとアウトらしいですよ。何？だからもう犯罪者歴がある人がそういうのやると、許可が下りないらしいんですよ。だからまだその、ね、暗号かなんか作っちゃってな。だから、あの、兄貴が社長になって、うん、作って、それまあ、ね、余計ダメだったりして、俺も。いや、それはありえんですけど、うん、例えば一発でダメだ、あの、新しいマネージャーの方とかね、代表にしてとか ね、ジョーをさ、うん、代表にして、うん、だからほら、いかにも英語喋れそうとかいいじゃないですか、社長にして。喋れないですか。うちのジェームスもそうなんです。ああ、喋れないんじゃしょうがねえな。でも、そういうのして顔はね、外人なんだけどね。結構また下は日本人だから。また下は日本人って意味は歌丸ですか。いや、ハーフの人は多いよ、今ね。はい、まあ、だからそういうね、結構聞く手はまだらしいんですよ。なんか足りないらしいんですよ、人材が。その人連絡取れないの。だからその人って中国の人。だから何その人に会いたいんですか。いや、会いたい、会いたいじゃん。もう、だってだいぶ前の前傾の、その前の前傾の強制送還。うん、そう。中国行って、じゃあ2人で探すの。シンデレラじゃん。分かんない、分かんない、分かんない。もうあの子を訪ねて手がありましたけどね。でも会いたい。いや、会いたいですよ、ね、なんとかまた悪いことしたら会いましょう。またそこ行くんですか。そんなことないか。そんもう勘弁してくださいよ。いやいや、でも何かの運命でそうやって知り合ったらさ、うん、だって頭に残ってるじゃん。残ってる。俺もう一人イラン人の人と仲良くなってですね、あの、今までほら日本に知り合いいないじゃないですか。いない。で、誰も面会は来ないわけじゃないですか。外国で捕まってるわけだから。ああ、向こうにとっては外国だから ね、うん、で、俺かわいそうだろうと言って、なんかイランの歌とか窓を開けてこうやって。イランの歌。イランの歌、俺よく分かんないけど、なんか、うん、それあるだろうね。いいメロディーなんですよ、それが。またちょっとあんま覚えてないですけど、それはなんかみんな歌うまそうだね。うまいんですよ、それは。で、その隙間上げた空を見上げながらその歌歌って、なんかジーンとしちゃって。で、一回も覚えたのかしら。うん、多少覚えましたけど、あの当時はそんな、うん、あんなのいいじゃねえわ。それで、なんかかわいそうだなと思って、俺シャツ、陸中だから、それで間違い、イランの歌じゃねえ。あ、みたいな。うん、あの、それで、でも話させろ。全く、この人ね、俺が車の乗ろうとするじゃないですか。片足まで乗っかったら走り出しますからね、この人。本当に何もかもスピードね。危ないっちゅうの。それでね、俺、あの、保釈になったんですよ、うん、ね、保釈になって、俺面会一回も来たことないって言ったから、俺、イランの方に探して。イランの方、うん、差し出してあげたことあるんですよ。どこでそんなこと言えたの。
ね、ネットで調べてイランの渋谷でやったんですけど、イランの方ばっかし売ってる店があるんですよ。それでも適当に行こうって言ったら、なんか面会初めてありがとう、たしろ。イランの人とさ、うん、中国の人と、うん、また探すんですか、イラン人も。勘弁してくださいよ。ちょっと探偵雇い、いいからもう探さなくて。探偵雇いは探せるんじゃない。探さなくていい、探さなくていい、探さなくていい、はい、会いたいよね。会いたい、行けばいいです、もう。もう忘れてください、この話は。いや、忘れない。もっと面白い話しないの、結構。もういいよ。イランと中国。また探すんでしょ、どうせ。あと誰。いいから、もうない、ない、ない、ない。外人は？ない、ない。もう本当？ないです。アフリカとかそういう人。探すんでしょ、どうせまた。もうないです。いやいや。はい、というわけでね、最後、締めをお願いします。締めってもね、まあ、どうあれ、あれだよね。よく寝ること。うん。よく寝ることは大事です。人間ね、そういうの作られてますからね。疲れてるとね、うん、こう考えてることが半減してしまうからね。寝ることって俺たちにとっては耳が痛いですね。寝ないですから、俺たちは使ってると。あ、寝れないんだね。寝れないんですよ。横になれないっていうかね。まあ、だいぶ違うらしいんですけど、横になってるだけでもね。うん。うん、やっぱり寝ると全然違う。だ朝、ちゃんとね、目覚めるとさ、うん、やっぱすっきりすると思うんだよね。だから夜考え方がしっかり、こう、うん、持てば、うんうん、半減するこの嫌なことがね、うん、よく寝れば、うん、次の日またクリアされてると。まあ、単純な話で、うん、あんまりこう格言格言みたいなんじゃなく、俺がそうだったね。俺、よし、うん、よし今日はやるぞっていう気になるじゃん。よく寝ること、ね、よく寝ることですよ、うん、ダメですよ夜更かしは、うん、あの大学でこれ習ったことなんですけど、うん、ね、朝希望で目覚め、で今日はこういう風になるといいなって希望で目覚め、うん、昼は謙虚に働き、うん、ね、で夜は感謝で眠りなさいっていうのが出てくるんですよ。寝る時にそういう感謝の気持ちで寝るっていうのがいいかもしれない、うん、俺はちなみに漫画読むけどね、うん、感謝なんですかそれ。いや、そうじゃなくて、大変なことや辛いことやいいことも含めて、うん、忘れる、寝る前は何も無で寝る。なるほど、うん、よくあるじゃん、今日は眠れなかったぐらいに辛かった、うんうん、未だにあるもんね。でそれをちょっと横に置いて漫画の世界に入る。漫画おすすめですよ。おすすめですよ、ね、そうするとね、ゴルゴ13のように自分が強くなったような気がする。ゴルゴ読んでるんですか。いや、ゴルゴ読んでる。斎藤隆夫大好き。俺前言ったの、外国行くときは必ずそれ持っていくね。あのね、だから自分が日本で一番お店に置いてある漫画はゴルゴ13らしいですよ、うん、だね、うん、今俺も車の中にこんなに斎藤隆夫また入ってるよ。へいやいや、えらい、あの、なんていうかな、自分自身強くなった気がする、うんうん、だから俺後ろに立つと怒るんですね。いやいや、俺の後ろに立つな。で今度後ろで立ってます。いやいやいや、ね、よせよ。汚い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 って汚くねえわ俺の。カスがついたらどうする。何がついたら。カスが。カスって言うな。カスじゃないまだ俺のは。かろうじて。かろうじて。まだ元気だっていうことね。はい。まあ次回をまたね。はい、また楽しみに見てください。ここね、登録ボタン、そしてグッドお願いしますよ。はい。はい。エブゾル。イエスブラザー。エブゾル。ブラザー。あ、違うの。変だった。また来週。来週じゃない。また次回。打ち合わせ通りにね。ちょっと、あれ？おお、またどころか。これ、ジッパーの。え？あれ？穴開いてないのに、ボタンになってて、今。え？僕のは10年でしたけど。これ何年？平成元年。あ、なんだよ。おかしいね。よく擦るんだけど、お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 って言うと、またほら。ああ10年だと。また年号変えるってのはすごいでしょ。ちっきしょ。別にそれ仕掛けないわけだよね。すいません、これ500円に変わんないですかね。いや、見てて一瞬だからね。これ擦ると擦り方があるんだよ。おっと、あれ500円になった。この中に入ってる。この中に俺の100円入ってる。入ってる。意外、これね、こあ、もう買えなくていい、それで。言うってこう抜き取るんだよ。ね。で、これをこうやると、こう出てくるの。いや、僕のこれ、こちらでした。
これ、ね、僕の落としたものは これです。いやこれをこう回すでしょ。回してるのはね、どんな状況だろうと掴み取る。ねえ、これ柱今こっちの角、音が違う。本当だ。ね、こう硬い、安定してて、これ真ん中がこう柔らかいから、柔らかいとね抜けちゃう。あんま面白くない。あんま面白くないね。あなたって退屈させない男ね。いや、本来はね、さっき言った、ね、いや、兄貴、これ俺のじゃないです。ダンプ松本の、大きいやつが多分僕のだった。違うって。いや、黙ってると今度はステーキになっちゃうよ。100円玉が。今はステーキ出てないから出せない人ね、多分、うん。まあでもね、人気者になってね、こういうことができるとね、人が集まるとこお金が貯まる、ね、お金があるとこ人が集まる、これうまくできてる。さすが。